クラーク・ワイ・ヨク型、クラーク・イワハート・ヨク型、クラーク・ワイとは20世紀中盤に一般用途の航空機に広く利用されていたヨク型の一種である。1922年にバージニア・スイー・クラークによって設計された。翼厚比は11.7%で、翼限の30%以降の仮面が平らになっているのが特徴である。この形状のため、 プロペラ角度の測定や翼の製造が容易になった。ロッキードベガはクラーク・ワイを採用した航空機の一つである。クラーク・ワイは適度な陽光比と比較的良好な失速特性を兼ね備えており、その性能はこの翼型を採用した飛行機の大部分にとって十分なものだった。しかし平らな仮面は理想的な形状ではないため、 翼の製造技術の発達した近年の採用例は少ない。派生型のクラーク・イワハートは基本型はクラーク・ワイと同じだが翼の公園を上に反らした形状にすることで性のピッチングモーメントを発生させ縦方向の安定性を向上させたものである。イギリスのホーカー・ハリケーン戦闘機のほか1930年代から1940年代の ソ連機の大部分は、このクラークユアハートを使用していた。ありがとうございます。